か。全然隠しじゃん。家の中のどこか一箇所にエロ本を隠して、それを他メンバー4人が死に物狂いで探し、見つかってしまった人はオリジナルの自分の性癖を書いたエロ本のタイトルがこの世の中全世界にばらまかれる。なんなら闇深いよ。絶対に見つかれたくないもんね。ということでですね、5、4、3、2、1スタート。おけんが放出された。おっ、すげえすげえすげえ。次はね、次はこの子の家行くわよ。あーでっかいもの持ってそうじゃん。もう来週、来週ジャスコ行く、ジャスコ行く。行ってきていい、俺行かん。いい、まだまだなんかあのね、あ、なんやって、なんや、ビレジなんちゃら言うて、ま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 、ビレバンいい。テーマですね、マイクラクエストということで、くるぶしくんとね、趣旨の方は被っているんですけれども、正直あの皆さんのおばあ様方の創作能力を先ほど見させていただきましたけれども、震えております。意外とやばいなこれ。ちょっとね、舐めてました。あの、言うてここに集まってる連中、プレイ歴は長いけど実力は浅いヌーブーだと思ってましたんで、私こいつらにはこれぐらいでええやろうと思って、ちょっとね、ぬるめに設定しすぎましたね。僕の隠し場所見てちょっと触れたってことですか。皆さんの創作具合も見て、あ、やばいっていう。さあ、隠すか。どうしようかな。と言っても、俺が作ったから一番地の利はあるけれども、俺が全部説明しちゃったからな。ここにあるよとか、隙間あるよとか、こういう部屋あるよとか、実は不利なんだよな。まず入って、絶望させよう。まず時間稼ぎしよう。少しでも、少しでも時間稼ぎをここでしよう。で、これやりすぎると怒られるから、ちょっとここら辺にまず1個隠しますか。階段を置くんだけど、こうなんだけど、これでこうした時に、で、ここパッと見影響ないから、なんかここにあるんじゃねっつって、あえてチェストは置かない。あの、これで何もないと、あ、ないわっつってさっさと次に進まれちゃうんで、あくまでも時間稼ぎするように何か書いておこう。だいたい1個目ここ見つけると思うから、ハズレとか書いとくともう次見なくなるから、なんかなんか入れておこう。前は内心、あ、ストーリー仕立てですか。1てんてんてんで、ここに1個隠しておこう。したら、うんって別のもの探しになる、別探しになるから。さあ、2番どこに隠そうかな。2番目どこに隠そうかな。まあ、簡単なところあたりに2番目とかは見つけておきたいね。前は内心、徳島県のことを老後まで、よし、あることないこと書いていこう。あることないこと書いていくよ。ねえ、知ってる、ねえ、知ってる。急に豆柴入ってきたな。フランスではタンポポのことをおねしょって言うんだよ。ねえ、知ってる、ねえ、知ってる。で、こうやってどんどん、よし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 、いいねいいねいいね。どんどん他のものがね、注意散漫になって、他のものにステッカーにトップコートを塗ると上がれずになるんだよ。ここの扉を何らかで開けられるようにして、何かをしたら開いて、いいこと思いついた。なんだっけ、なんか額縁の角度でさ、角度、回転のあれでさ、連合の強さ変わるみたいな、なかったっけ。なんかあったよな、額縁にある時点でいい。まずいまずいまずい、時間がない時間がない時間がない。あー、なるほどね、なるほどね、なるほどね。焦り作るか。焦り作るか。マジムズ、マジムズ焦り作ってやろう。で、俺はぶっちゃけあの中だったら多分一番焦り力あるからな。ここで見ます先いけるね。オッケー、いける。この子供部屋を片付くことしよう。はい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 。で、絶妙に全部いけるようにしよう。これがね、えぐいんすよ、ここ。これえぐいんすよ。ここにこうあると、マジで見えない。ここでマジで見えないんだよね。ここに、ここに、俺の骨
本を隠そう。で、こうするじゃろう。あの10分ね、あの君らが探してる間そんな長くないなと思うかもしれないけど、こっち地獄のような長さしてるマジきついよ。面白くないサッカーの90分より多分長く感じるわこれえ、ちなみにね、あのその10分の間に俺誕生日迎えるからよろしく頼むぜマジで。俺だからさ、マジ作りながらさ、俺あともうちょいで誕生日なんだよな、何やってんだろうって思いながらやってたもんね今ねあれだね、終わるとめっちゃ気持ちいい、すっげえ楽。はい、では行きますよ。はい、はい、10分計測スタート。おけんが放出された。おーい、いけ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 、なんだ、ただいま、ただいま、これジャム君、あのチーズバーガー買うてきたから。これ上行くわ、上行くわ、上オッケー、僕近いくわ、近、はい、近、おい、お前マジかよこれ。全10個の書物を集めよって書いてるよ。あ、みんないいんですかねこれ、バラバラで探してて、いや僕ね、1個書物は見つけました。僕1個書物見つけました。うん、なんて書いてあります。あのね、今井は内心って書いてありますね。7くるぶしはって書いてある。子供や、ちょっと助けてください、やばい。じゃあ2回いきます。チェスト地獄、なるほど、やばじゃあ僕上のチェスト探すわ。上のチェスト、オッケーオッケー、ちょっと下見るわ。あ、あったあった。4番、ねえ知ってる？ねえ知ってる？ねえ知ってる？私も見つけたよ、あの2番と3番がくっついてる。徳島県のことを正午まで中部地方だと思ってたって。あの方向性俺と一緒だなんか被るかなって思ってた、内心。剥がれにくくなるよ、6番。はははは。あの何個持ってるか教えて。僕に僕にヒロン君は1個見っけた、めっちゃディズニー好きって書いてあるそうだね、私ね、俺か、私ね、2367と4つ持ってるよ。8番マヌカレタ、1を持ってる。じゃあ今一番持ってるの誰？今井さん、今井さんに渡す。はいはいはい、渡した、ありがとう。はいはいはい、今井は内心、はい、徳島県のことを正午まで中部地方だと思っていた。ねえ知ってる？ステッカーにトップコートを塗ると剥がれにくくなるよ。くるぶしはめっちゃディズニー好き。あと9番10番やな。4体のおかんから制限時間内隠し通せたら名誉が獲得できる。それがエロ本隠し。頭文字なんだった？頭文字合わせてみようか。いとしねすはくめ。だから多分それをあのキーにする何かがあるはずなんだよ。それのヒントがどっかのチェストに入ってる気がする。これさあ探して探して、なんか急にみんな無口じゃん元気どこ行った？ここむずいね。あ、やば。え、さあこれを共有しないのか。そうかそうか。あのね、階が壊しちゃったもん。裏にね、あのケツ扉があったの。1,2,3,4,5,6,7,8 と、あとあの全10個の書物を集めようの合計9枚。9枚、あと1枚どこにあるで、で、あの階が壊したところに鉄扉があって、多分そこを開ければなんとかなるんだろう。なるんだろう、うん。その鉄扉を開けるキーがどっかにあるんだよ。じゃあもう一個ヒント当たるね。すでにキーは持ってるよ。持ってる。多分そこの額縁にあの本格納できないから。集めるとのやつを貼ってた。はい、おー嘘つきだな。お、忘れた。ちなみに僕はくるぶし君ごと優しくありません。ちゃんと対策しました、うん、ちゃんとやってんなこれあと2分。あった、あ、お疲れってあるな。やっぱ同じことやってるわ。あと1分。わかんない、最近のマイクラがわかんないバサは何をしてるの。え、なんかやればってったらなんかホッパー的なもの。隣の部屋になんかないかなって思ったの。そう。あと30秒。ええ、でもそうか、もうみんなだって10個集まった。集まってないんちゃうこれ。あ、待って、下にさチェストあんじゃん。あ、これはあれだよ、最初の。全部見た。
ってことは何かがあるはずなんだよ。14 13。あれあれ、これもしかして誰も見つからずに終わる可能性ある。8 7 6 5 4 3 2 1。タイムアップ。嘘やろ。おい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 、おかんの創作能力もここまでか。本当の想定としてはですね、皆さん10個集めてますすでに、はい、はい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 、10個のショットを集めるで、ここにチェストがある。あ、じゃあ入れろ。そういうことか、入れろってことじゃん。これはむずいって、ね、むずいって。で、この中に10個入れるというわけだな、ね、多分、はい、あのデバッグを2つ4、8つったな。あ、違う違う、そう、あんたやないの、あんたやないの、あんたやないの、はい、入れましたね、10個、うん、はいはいはい、というブラフです。ああ、なるほど、なるほど。やっぱ関係ないんだ。で、結局はですね、こうやってる間に普通に隠してあります。え、ちなみに隠したのはあの普通のチェストってことだよね。はい。あ、見っけた、見っけた。これ俺やってんじゃん、ここ。じゃあはい、タイトル読み上げてください。いや、これ一番きつい。テトール。あ、見た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 。ミジャムお願いします。私が隠した本はですねとなります。いやー、ブノーマル。あの、だから、あの、俺の笑っていたとはいえ、お前もなかなかエグい人。いや、出てけ出てけ、お前らの感じ。出てけ出てけ。いや、邪魔なんだよ、邪魔なんだよ、クソ邪魔。チーズバーガー、チーズバー、ダブルチーズバーガー買うてきた。俺はフィレオフィッシュ派だわ、バーバーコ。ご視聴いただき誠にありがとうございます。この動画が面白いと思ったらいいねとチャンネル登録をお待ちしております。概要欄にはメンバーのツイッターも載せていますので、フォローの方よろしくお願いいたします。では、三上重工でした。